やどもトカゲのデータと、やどもトカゲの虫眼鏡だ。え、ちょっといいなと思って。いや、別にいいと思いますよ。虫眼鏡いいなと思って。今回こちら、いやの小型カメラ搭載ヘリ、ビデオコプター。今回ですね、ドンキホーでうろうろしてたらこれを見つけたんですけど、ここにですね、子供の様子をこうしっかりと捉えているね、写真があるわけですよ。これを見て、もしかしたら親御さんたちが、あ、子供の様子をこう飛び回るカメラで自由自在に撮れたらなんて素敵なことでしょうっていうことが起きるかもしれません。でもよくよく考えてみて、この親さ、ラジコンを動かしてるくらい暇だったらそのまま直接見に行きゃいいじゃん。もしかしたら買う人もいるかもしれないんで、これを買ってあげく、なんかヘリがね、こうウェーってなっちゃって、子供の様子をまともに撮れないなんてことが起きたら、親は大号泣なわけですよ。だから今回そういうことが起きないように、僕らがこの子供を使ってですね、実際に親の気持ちになって子供を撮ってちゃんと動画撮れるかっていうのをね、試していきましょう。待て待て、お前動画写真この画素数やばくないか、ちょっとしょぼガラケーの30分の1ぐらいの画質なんだけど、これ。だから本当にね、もう僕らはしっかりと検証してきたいと思います。うん、早速子供のいろんな映像を撮っていきましょう。くそ、こいつやばい、やられた、やばい、間違えた、間違えてミラクル操作しちゃった。だいぶ先にしようと思ったのに。あらあら、うちのデスピサロちゃんたらあんな楽しそうにゲームして。よし、ビデオコプターで動画を撮りましょう。あそこさんタイル、いろんな感じのやつ、ほらえ、あ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 らあら寝ちゃって、近づいたらバレちゃうからビデオコプターであの可愛い寝顔を撮ってあげようかしら。カーテンが、エアコンの気流が、エアコンが、エアコン、あ、エアコンの気流が、まだ待って、頑張って寝て寝て、ま、寝ろ。ピンフがつかないのか、だからスーツを着てみた方がいいってことかね。あらあら、麻雀かしら。さすが前世が単眼女だけあるわね。この成長の記録もビデオコプターで撮ることにしましょう。おい、ババア、何入ってきてんだよ、お前。お前、ごめんね。単品三色ドラドラの羽割りするぞ。告示無双。ドリアスがだいぶ釣りだな。あ、普段結構触れてるな、これ。これも買いだな。VTuber も出しておいて。FX かしら。日本人のグローバル化に対応した頼もしい人材になったわね。この様子をビデオコプターで録画して Google 本社に送りつけましょう。おい、ババア、誰のために金稼いでと思ってんだ。え、そんなクソみたいなカメラ使ってんじゃねえよ。俺がもっといいカメラ買ってやるからよ、坊ちゃん。
クソみたいなカメラでこの感動のシーンも撮っておけよ。うん、それじゃあ行くわね。近い頑張ってこった。痛い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